こんにちは香水です本日の話は「婚活なんて適当でいいって言ってんの?」っていうお話をしようと思います。えー、皆さんねアプリ婚活を真面目にやりすぎなんですよ。うん、婚活がね一向に進まない方を見ているとどうやらね一つ一つ真面目に受け止めすぎって感じなんですね。 で私が開催している開運サークルの中のア荒ーさんがねあ集まって婚活部っまあそのア荒ーさんで婚活してる方々が、まあ、集まって励まし合って婚活頑張るぞみたいな場なんですけれども、まあ、最近入られた方がいらっしゃって、まあ、なんか全然ね婚活進んでないっていうような感じでおっしゃってたのでどこで止まってんのかなと思って、まあ、雑談をしながらお話ししてたんですね。 そうするとなんかどうやらアプリ婚活の受け止め方が違うというか丁寧で真面目に受け止めすぎてたっていうことが分かったわけですよ。まああの私会の会員さんにはねもう本人さんが「嫌じゃなかった私見るで」って言ってアプリ見るんですよ。で見せてもらったんですね。で内容見たらなんかご本人はなんか最近全然なんか誰からもメッセージが来ませんとか言ってたから私が見たらですね いいや、やてるやん、みたいななんかねえっ、ー、とまあざっくりバーって着てるやつ見ていったんですよそしたら、えー、と収入も悪くないし、まあ、顔も別に悪くないし、まあ、普通にこの人候補にしてもいいんじゃないのっていう男性がざっと見ても56人いたんですねそれ放置されてたんですよ。でなんか まあ相手からは「いいね」も来てるしメッセージも来てる状態でこっちから一切返事を返してないっていうのがまあ放置されて,て56人、まあ、もっといましたけど、まあ、56人まあこ,れこ,のこの人らいいんちゃうみたいないててであのー「なんでこれ掘ってるん?」って <laughs> 突っ込んだんですね「これ返事しなあかんけんやろ」みたいなそしたら「えって感じで固まっちゃってて。 まあ、とりあえず私返事するでって言って、まあ、私が彼女のゴーストライターみたいになってそ,その56人をもう上から片っ端から <laughs> ごめんなさいバーって返事していったんですよ <laughs> もちろん本人の承諾得てですよでそのね返事を出す際にね私が見ていたポイントを、ね、彼女が見た時にちょっと驚いてたんですね あの私が見るべきポイントだと思っていた点と彼女が見てたポイントが全然ずれてた違ってたってことにその時、まあ、判明したっていう感じなんですねまあ私のこうや,やってるやり方を言うとまず写真バーって見ますよねそんな長く,長くじっくり見えませんパッパッパ,ッパッって見ていく感じでま,まず生理的にダメかなありかな,なしかっていう、ね、のを見て生理的にダメな人消していくその時点にパ,パンパンパンって消すで、まあ、それは生理的に別にダメじゃないと。 なったら次のステージですよね,ね今度は独自のプロフィール欄あの自分で書いてるページあるでしょはじめましてなんとかです何々が趣味でとか自分で書いてるその独自の書いてる文章を次にじっくり見ます。ここめっっちゃじっくり見ますでそこが引っかかるところが特になければ引っかかるっていうのは悪いっていう意味ねこれ何なんっていうこの引っかかりのない状態であったらこれまずひと,ひとまず OK なんですよ。で次の趣味の欄を見ます。 であの例えばペアーズだったりしたらなんか趣味のコミュニティに入ってたりするとそのコミュニティの写真サムネイルみたいなのがこう表にポン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 ってこう枠みたいに出てくるんですね。で、まあ、例えばサッカーの好きな人だったらサッカー好きですとか言って書かれてるサムネイルがポンって出てる感じだからその人の好きなことがこう一覧表みたいな感じポン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 って出てるページがあるんですよ。それを上からバーって見ていくんですね。 つまりこの人の関心事をまず見る。で、えっ、ー、と、そ,そのあたりを見て、うん、そこから、まあ、ざっくりね、ざっくりこの人多分こういう人やなっていうのを頭の中で描いて、プロファイルして、そこで返事を考えます。うん。といっても、返事なんていうのは、まあ、お礼の言葉プラス一言っていうだけですよ。まあ、例えばこれ実際に私が返したやつを言うとね、 まずまあマッチングありがとうございますですよね。ほんで写真拝見させていただきました。って。動物の写真可愛いですね。ってこれしか送ってないですね。これで十分なんですよ。でもこれでもちゃんと,、えー、と会話がスタートする内容になってるんですね。で,でもこれ,これすらも送れてない人っていうのは多いんですね。どうやらね。 でこの方の場合何でこういう風に私が送ったかというとトップ画像のところに、まあ、自分の顔の写真とあと10枚くらいね自然とか、えー、とあと鳥とか鹿とかなんかリスとかそ動物の写真が結構10枚くらいこう載ってたんですねそこまあトップは自分の顔でそのトップの横にサブ写真みたいなのにそういう鳥の写真とか載ってたんですねでこ,これにねこれってねもうねここ突っ込んでくださいっていう 言ってるわけですよ相手は主張してるわけだからもちろん「突っ込んでください」なんかどこも書いてないよだけどそのえ鳥出てきた鹿出てきたリス出てきた、まあ、他にもいっぱいおったけど、まあ、なんかその動物の写真そして自然が綺麗な自然を撮ってる写真もうこんなものをわざわざ自分の、ね、か考えで載せてるってことはここが僕の、えー、と好きなものですよとここを突っ込んでくださいねって言ってるわけですよだからそこをちゃんとひしっかり拾ってあげて返事してるわけですね 動物の写真見ましたよって可愛いですねってねこれがなんか言葉だけ見たら何気ない内容に思うかわからないですけどこういう、えー、回収をするから会話って始まるわけじゃないですかね相手は写真が好きで動物とか自然が好きなわけですよでもちろんあなたは別にね自然もね写真も動物も興味ないかもしれませんよだけれども相手がそれが好きって いう,ふうに自己主張してるわけだからそこを肯定してあげればいいじゃないですかそうしたら相手は自分の好きな話題だから返事が出しやすいわけですねでま,ましてや肯定してくれてるわけだから気分いいですよねでまあこんなふうに私は返したんですねで、まあ、その入会したてのメンバーさんに聞くと私そんなプロフィールなんか見てませんでしたとおっしゃったんですね、うん、あの私からかんすればね プロフィールこそ一番じっっくり見なあかんんやろって思うんですよここがまずほとんどの人が多分違ってるんじゃないかなと思いますでよくあるよくあるパターン言いますとね向こうから「マッチングありがとうございますよろしくお願いします」って来たわけでそれに対してどう返すかって言ったら多くの女性はねえ同じようにねこちらこそ「マッチングありがとうございますよろしくお願いします」ってそれだけ返すんですよもう完全に受け身 あの前ったお前から連絡してきたんかお前から話題を振ってこいよみたいな態度ですよね。これはねやっぱりね20代前半までだったらで、OK、ですこれでもそれはなぜかというと彼女らは若くて世間知らずだからですよだから男性が手取り足取りやってくれるというわけですね。でも我々はもう30年も40年も長きにわたり生きてきたかなり年季の入った存在ですよね。相手に丸投げして全部はいやってください。 みたいな態度だとねまあ言ったら若い子たちと同じ土俵で戦ってるのと一緒で勝てるわけないんですね、うん、若いだけで受け身で何にも自分からできない子とね年、ね、は年は,は取ってるしほんで受け身で何も自分からできない女性この二人の女性を比較したらどっちがね男性から見たらねいいかなんて明白でしょどう考えても若い子がいいよねんだから 若さで張り合ったってねどんなにね荒坊がね若作りしたところでね若さで張り合ったら負けるんですよ確実に。ままずそれ認めましょうよででも年を取ってるとこだと年を取ってる内容のメリットもやっぱりあるわけでそれがやったとえば経験,経験の。 多さだったりとか、年を重ねたことによるまあ、主体性があるっていうことだったりとかね。若い子には到底思いつかないような気遣いができることだったりとか、そういう部分じゃだと思うんですね。もしこの気遣いとかね。この辺がちょっと弱い方はもうそこ磨いてくださいよ。よね。っていうか、もうはっきり言ってもうそこしか勝ち目ってないんですよ。若さに勝てるところがあるとするならば、ど,どんな男性だってね。年老いた。 女性よよりも若い方がいい方がんですよ絶対そんなの私だっ,てだってそうでしょアラホーさんだってね、もうおじさん嫌やとかね、自分と同じ同い年でも嫌とか言う人増えてますからね、年下がいいとか言ってね、同じなんですよ。何だって若い方がフレッシュでいいんですよ。だけれども、そうは言ってもね、若い人行くっていうのもいろいろ問題があるわけでしょそうした時に、じゃあ、えー、とそういう人たちに、まあ、こう勝っていく若、若さに勝てる方法っていうのは、もうはっきり言ってそこしかないんですよ。 でねあとまあもう一つねその私がそうやってサク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 もう上からピン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 って返事してたんですよ <laughs> そんな時間か,か,かけてないですよ一個一個そしたらそ,それを見てた他のメンバーさんたちが「えそれ返していいんですか?」ってまああの言ってくださったんですね、うん、そういうポイントが一つあったんですよそれがねえっ、ー、と私は平気で返事してたんだけど、えー、と前回のその相手からの1通目が3ヶ月前とかやったんですね 私そんなこと気にせずポン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 返事してたんだけど、うん、とここにね、まあ、多くの方気になるみたいなんですね。でもねそんんななのは全く気にすする必要ってないんですよあの。だからやっぱりこう気にしなくていいところにすごい気にしてて進めてないっていうのがもう一つのうまくいかないパターンですよね。 相手からのメールの1つ目が2ヶ月前だろうと3ヶ月前だろうとね、それがま放置してたわけ、こっちは。ね。それがどうしたんっていう話じゃないですか。そんなのお構いなく返事すればいいんですよ、こっちのペースでね。あのですね、男性たちってね、女性に一生懸命メールするでしょ。でもね、ほとんど無視されててね、返ってこないんですよ。け,けどね、彼らお金払ってんのこれ。 お金払って一生懸命メッセージしても返事すらないっていう過酷な状況に置かれてるんですよ彼らはねそこから考えたらですよたとえ2ヶ月空いたとしても3ヶ月空いたとしても空いてからね返事が来たらやっぱり嬉しいわけじゃないですかだってお金払ってるんですもんお金払ってて反応がない何のためにお金払ってんやろってなるわけでしょだけどお金払ってる分ねまあ反応があるだけでもね嬉しいわけじゃないですか お金払った甲いがあったというものでしょ相手の立場になって考えたらねもちろんここでね人によってはねえなんで今頃返してきたんっていうお思う男性もいるでしょうねここの間相手ねあの返事していいのかなって気になる女性っていうのは多分そこを気にしてるわけでしょでもね、まあ、これね私のこう実体験というかで考えると大体はこの何でと思うと思うみんな。 だけど、そこでそれを聞いてくる男性は半数ぐらいしかいない。半数はね、なんでとは思っているけ聞いてこない。なんでかって言ったら、余計なことを質問してですね、へそを曲げられたら台無しでしょ。せっかくね、何の気分か知らないけど、返事が来たわけですよ。それをね、またそこつついて、なんか気分悪くさせて、返事来なくなったら台無しだから、も何も聞かんとこっていう人が半分。でも、半分の人は聞いてきたりしますよね。うん、なんで今頃っていうことを聞いてきた。 としたらね、別に普通にね「あごめんなさいね」って仕事といろいろあって忙しすぎて返事ができなかったんですって言っておけばいいだけでしょそんなの嘘も方便でねもちろんね相手もねほんまかいなってなんか嘘っぽいなと思うでしょうおそらく、ね、でもねそんなこといくら思ったところでねそれを確認する方法はないわけだから「あそうでしたか」って言うしかないわけでそんな、ね、ことはねはっきり言ってどうでもいいこと。 そんなことは本質から全く関係ない話だから全然どうでもいいんですよ。まあ3ヶ月あこうが2ヶ月あ,あこうがそれがえっとあなたがこう将来あなたといいパートナーになれる相手を探すという本質から全くどうでもいい話でしょ。ね、でだからまずやり取りをしないことには相手がどんな人物かわからないわけですからまずやり取りしたらいいんですよ。 で、生理的にダメな人以外は全員やり取りするんです。ね。こういうところが真面目にやってる人っていうのはいちいちね。ちゃんと見てちゃ,ちゃんとも見てないねんけど、まあ、ジャッジしていちいち考えて、いちいち気にしてっていう傾向があるんですね。うん、例えばそれでね。まあ、やまた復活してやり取りやり取りをした結果ねは。はっきり言ってね。こっちからね。やり取りしてみたけど、この人ちょっと人間性いまいちやなとかなって結果的には合わない人だって。何割かいるわけじゃない。 そんなね、会うか会わないかもわからない相手のことをですよ早々とああでもないこうでもないって考えてるだけ時間の無駄でしょまず、やり取りをするで人物道ねそうやり取りの中から人物道をは判断していってまともだなとこの人はまともだなと思ったらとりあえず会うまともと判断した相手は全員会うここまでやるから結果は出ます。 だからねもうなんか婚活うまくいきませんとか疲れましたとかって言う人っていうのはね23人ちょろっとやり取りしてねなんかね相手がつまらないとかね楽しくないとかね全然楽しませてくれないとかねああだこうだと相手にばっかり要求してとにかく文句が多いんですよ。ねあなたもねそれなりに問題があるからうまくいってないんでしょ今。そういう不器用同士がやってるね婚活の場なんですよ。まずそれを認めてね だからそこまで相手ににたたくさん求めるるこことととと自体がが間違っていいいと思いいいう気づ方思ますでしかもまだ会ってもいない相手をああだこうだ判断してるあなたのその判断ほとんどの場合間違ってますからね。会ってみたらね実際会ってみたらね文章のイメージとまるで違う男性だって多いですしまあ逆もありますよね。いいなと思ってたけど会ってみたら幻滅とかねそれも,もちろんある。でももどっちにしても まあ、ただのねおもちゃであるアプリにそこまで真剣にやらなくていいって話なんですよ。もうねアプリなんてものははっきりとおもちゃですよ。おもちゃを使ってひょうたんからコマみたいなことを狙ってるリクリエーションでしかないんですよ。だから会うまでは遊び半分でいいんです。もちろん返事はね遊び半分とはいえどもあ人間相手のことだから返事にない自分の えーと返答する返事のクオリティはちゃんと考えてね気分的に遊びでいいでも相手も人間なんですよ人間対人間のことだからえっ、ー、と気持ちよくやり,取りでできるる対応すすのは大事です私が言ってるのは気持ちの持ちちの方は適当でいいよって言ってて言るこんなねアプリみたいなねおもちゃにね多大な期待をねしないっていう意味で遊びでいいって言ってます で本気を出すのはねそさっき言ったようにひょうたんから本当に駒が出てきた時ですよ。やり取りしてて会っていく中でこの人いいやんっていう人って出てくるんですね数やればその時が全力を注ぐ時、ね、こ,こういった力の入れぐらいが婚活疲れする人っていうのは違,違ってるんですねもう,もう勘違いしてるんですね。何度も言いますけどアプリはただのおもちゃです。 ね、業者が考え出した儲ける手段ですよそれをこっちもねうまく利用するだけの話、ね、本命ができるまでは楽しみながら適当に空き時間コンスタントに返事していくであのあお,もちゃおもちゃレベルのね婚活アプリに多大な期待はしないでも続けていくそうしたらやっぱこういうのってね確率の論なんですよ確率の問題なんでコンスタントに続けてたらいいのが出てくるんですよ本当に。 ね、そこでいい掘り出し物が出てきたらそこから全力でガチで頑張る何でもかんでも真面目にやればいいってもんじゃないですね要領よくやるんですよ実際ね人生うまくやってる人って要領がいいんですよね力の入れるところと抜くところのバランスがいいわけですよだから真面目にね生きればうまくいくとか一生懸命やれば成功するとかそんなことはないの。 コツを抑えることがまず大事コツを抑えて要領よくやる人がうまくいくんですよ世の中そういう風になってますで真面目っていうあり方はもう実はねもう古いんですよ令和今令和の時代にね合ってない我々は、まあ、人間が昭和なのは仕方ないでしょだって昭和生まれだからだけども もうその時代は変わっていくわけで刻一刻とその変わっていく時代に合わせて自分自身もカスタマイズして生きていかないと流れれにスムーズに乗れないんですねでまあ結構、まあ、我々よりもっとお年を召した方でね、えー、なんかこういつまでもね頑固に昔のやり方を続けててねなんかもうそういうんじゃないんだけどなーってまあ傍から見ててね思ったことありませんか 我々ね若いつもりでいてももうね音証明した部類に突入仕掛けてるから、ね、気をつけないといいいたら昭和引きずっっててる古い人間にななしまいがちなんですねだからうまくやってる人はうまくあのい,いく思考でやってますから該当する方はこれちょっと私かなと思う方はちょっと思考や在り方を変えていかれた方がいいと思います。 ちょっと厳しい話になりましたけど、本当のことなのでぜ、ぜひね、取り入れていただけたらと思います。本日の話は以上になります。最後までお聴きいただきましてありがとうございました。また別の音声動画でお会いしましょう。